皆さんこんにちは、今回は12月のお気に入りをご紹介しようと思ったんですけれども、正直12月あんまりメイクをする機会がなかったので、最近のお気に入りも含めて12月と1月の前半ぐらいですねによく使っていたコスメをご紹介しようと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。ではまず1つ目なんですけれども、ファンデーションの中でちょっと最近また使い出してよかったなと思ったのが、こちらの、韓国コスメなんですけれども、コース RX のクッションファンデーションになります。でこれちょっと限定のパッケージか、またちょっと普通の黒いパッケージのものと、もしかしたら少し違うのかもしれないんですけれども、一応こちらの、21.5 号っていうちょっと色味も明るいのと通常の色の間ぐらいの色で、使った感じはちょっとピンクっぽい色が入っているので、顔のくすみ感とかを取ってくれるような色合いのファンデーションになっています。でカバー力がすごく強くって、正直フィット感っていうのは結構あんまり良くないんですよね実は。ただすごく肌が保湿されるのとスキンケア効果が高いなっていう感じがあって、これを使った日にメイクを落とすとすごく肌の調子がいいので、トータル的に見てこのファンデーションを使うとこう肌の調子がなんとなく良くなるかなっていう感じがありました。でさっきのファンデーションをなじませるのにすごく便利で良かったのが、こちらのエコツールズのファンデーションブラシになります。でこのファンデーションがちょっとこうフィット感があまり良くなくって、でカバー力はあるんですけれども、ちょっと厚塗りになりやすい傾向があるので、それをなじませるのに、水で濡らしたスポンジをちょっと冬場を使うのをちょっと億劫になってしまって、今はこのブラシでこう何もついてないブラシで、こうなじませたりとか、あと毛穴とか細かい部分をこうタッピングするような感じで使うとすごく仕上がりが良くなりました。あと余分なファンデーションもこのブラシが取ってくれるので、顔にこうなじませた後またこうティッシュで、このブラシを拭いて、でまた、顔にこうブラシを当ててっていう作業を、2、3回繰り返してファンデーションをなじませるっていうことで、化粧持ちも良くなりましたし、厚塗り感がなくなってこのブラシはすごくね良かったです。そして続いてはハイライトなんですけれども、こちらの、エチュードハウスのシークレットビームハイライターという商品です。これはもう昔からすごく人気で有名な商品ではあるんですけれども、最近こちらを使い出すようになって、すごくいい商品だなと思いました。こんな感じでいろんな色がこうミックスされていて、でパール感もしっかりあるんですけれども、結構粒が細かいので、使った後のこのキラキラ感っていうのがすごく上品というか、でも綺麗にこう光を受けてくれるような感じの仕上がりで、これもものすごく使いやすかったです。もう少しまっとめなハイライターが実は好みではあったんですけれども、ギリギリ好きな、光り方をしてくれるハイライトとして、これは最近すごく気に入ってほぼ毎日使っています。そして続いては、こちらです。 3CE のこちらはアイブロウジェルになります。こちらがすごく面白くって、こんな感じでここがパレットになっていて、中の液をここを回して繰り出すことで、液剤が出てきます。そういう形状もすごく使いやすいんですけれども、あとこの付属の、このブラシの部分を使ってこれを取って、眉を描くんですけれども、ジェルのアイブロウって実は初めて使ってみたんですけれども、これがすごくよくって、もっぱらパウダー派だったんですけれども、このジェルは、塗った後すぐに乾くし、その後すごく色の定着もいいし発色もよくって、ジェルなんですけれども、パウダーに近い仕上がりと使い方ができるので、このジェルアイブロウはすごく気に入って、ほぼ今パウダーを卒業しちゃうかなっていうぐらいこのジェルに頼り切っています。そして続いては、チークなんですけれども、チークはこちらのキャンメイクのパウダーチークスです。色味は PW39 番で、ラインナップの中でもかなり色味は、濃い感じの発色も強めの色になりますね。で色味は、ラベンダー
パープル寄りのピンクっていう感じで結構濃い色なんですけれども、本当にブラシに軽く、取るだけで一瞬でこう発色してくれるっていう手軽さと、あと意外と色持ちも良かったので、最近はこのちょっと色味が出るチークを使うことが多いです。そして続いてはアイシャドウなんですけれども、アイシャドウは、まずこちらの、カラーポップの中の、スーパーショックシャドウのレボリューションっていうカラーです。これも最近、手に入れたカラーなんですけれども、こんな感じで、まあ、いつものように、グリッターがたっぷり入った色なんですけれども、実際にこの見た目の色よりもつけた時の方が色合いがすごく馴染むというか、落ち着いた感じの色合いになって、ややベージュっぽいというかブラウン寄りの発色にも近くなるので、結構チークとかの色味が濃い時はアイシャドウはこんな感じで、すごく肌馴染みのいいカラーを使うことが多かったですね。そしてもう一つアイシャドウで言うと、またちょっとガラッと変わるんですけれども、こちらのミシャの、イタルプリズムシリーズのちょっとホリデーのこの限定色になるんですけれども、この3番のブルーの、かなり深い、ネイビーのカラーになります。こちらはまあ1月に入っては使っていなくて、まあ、12月の本当に終わりぐらいですね、クリスマス時期あたりはこのカラーを実は使うことが多かったです。とにかく粉質がすごく優秀で綺麗なのと、本当に少量でしっかりこう色味発色してくれて、特にこのカラーは本当に深い、黒とかグレーに近いブルーの発色をしてくれるので、目元をねこういうブルー系を持ってくると本当にこう上品なというか、ものすごく大人っぽい目元になって、こうドレスアップしたようなファッションの時とかには、こちらを使っていました。でこれは限定のカラーになってしまうんですけれども、既存のイタルプリズムシリーズのアイシャドウもどれもすごく綺麗なカラーなので、このアイシャドウは本当に集めていきたいなと思うぐらいすごく好きなシリーズです。そして、リップなんですけれども、リップは、こちらの、スキンフードの、リップ&チークっていう、リップにもチークにも使える、バーム状のものになります。でこちらがこう3色入っていて、まあ、色をこう混ぜたりしても使えるんですけれども、例えば3色あるので、まあ、ベースにこの真ん中の一番薄い色を使って、あとまあグラデーションで、2色とも順番に使うということもありましたし、最近特に気に入っているのはこの真ん中の薄い色を塗って、その上からこの濃い色を重ねてミックスして使うと、すごくね唇のこう血色を自然に良くしてくれるようなカラーに、なってくれて、こっちもそうなんですけれども、この一番濃い色と薄い色をこう混ぜて使うことによって、結構目元のアイメイクをしっかりした時はリップは、あまり強い発色にしたくないなっていう時はこの2色を混ぜて使うことが多くって、その出来上がった色もものすごく綺麗だったので、この3色バームはすごく便利で、よく使っています。で次で最後になるんですけれども、まあ、さっきのリップとかを使った後に必ずグロスを使うんですけれども、最近よく使っていたグロスがこちらのネイチャーリパブリックのキスマイリップオイルというものになります。これ2色あるんですけれども、まあ、ちょっと黄色っぽい色を足すと、ややリップの色味が黄身寄りでちょっと明るめの色になるんですけれども、で逆にこの、ベリーっぽいラズベリーのカラーですね、こちらを足すと、まあ、よりピンク味の色味がちょっと強くなるかなっていう感じで、まあ、どちらもすごく透明感があるので、そんなにすごい色足しにはならないんですけれども、まあ、艶を与えるっていう意味で本当に少量使うことで、定着もよくってこう流れていかないグロスで艶をずっとキープしてくれているので、これをね最後に仕上げで、使うことが多いです。はい、ということで今回は12月とあと1月の初め頃に、よく使っていた、コスメをご紹介いたしました。そろそろねもう春のメイクの新製品とかもいろいろ出ているので、色味もちょっと明るめの、カラーにそろそろ変えていきたいなと思っています。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。